だと言っているんだ。それがなんだ。俺はてめえを倒すぜ。黒崎一護、知らぬなら教えてやる。これはなんだ、霊圧なのか。レスレクシン。いいだ、分からせてやろを持つがゆえに命を落とすということだ。戦ってんだ。ザレ事だ。よく見てよ。無駄だ。まだこれからさ。どうしよう。黒崎を頼む。バカな、その姿は何だ。今のは紛れもないゼロだ。舐めるな。お前がなぜ
そんな姿になったのかは分からんが、この俺を倒すことなど不可能だ。やはり扱いが難しいな。なんだと。出した兵士たちを盾にすることもできるとは。やめろと言ってるんだ。石田くん、なってくるべくん。ようやく目が覚めたか。俺がやったのか。勝負をつけるぞ。いいだろう。殺せ。断る。嫌だって言ってんだ。最後まで思い通りにならんやつだ。ようやくお前たちに少し興味が出てきたところだったんだが。天蓋の上にあった重い霊圧が消えた。足りねえんだよ。こんなカスどもぶっ殺すくらいじゃ。あいつの肩10番だ。とっとと倒してイチゴ拾いに行くぜ。笑わせんな。打ち切れろ。いや、エスパーダの数字は0から9だ。ゼロエスパーダ、闇リアル語だ。違う。